続いては地元就職応援職場にピントのコーナーです。長崎には魅力的な企業がたくさんあります。今回は障害などがある発達支援の子どもたちを支える新人社会福祉士に密着してきました。どんなお仕事なんでしょうか。長崎市愛宕にあるサポートプラザあじさい。ここでは発達に不安がある子どもの自立支援や保護者のサポートなどを行っています。公認心理師をはじめ理学・作業療法士などさまざまな分野のエキスパートが子どもたちの成長を支援します。今年入社した社会福祉士の浦真中さん。大学在学中に社会福祉士の国家資格を取り、すでに第一線で働いています。今は、来月1月の児童発達支援の計画を立ててます。その他、児童発達支援で使用する備品など手作りで準備するのも大切な仕事です。負けて怒る子も今日のメンバー的に夫がおらんと思いますか。午前中は児童発達支援業務です。子どもたちの生活動作、運動、感覚機能を支援したり、他にもスムーズな人との関わり方を学びます。子どもの成長や発達の遅れが心配、苦手なコミュニケーションを克服させたいなど、保護者の悩みを解決する療育も行います。ペットボトル遊びがタイトルになるんですけど、ペットボトルにちょっと水を入れて狙うっていうのと投げるっていう感覚を統合させる、感覚統合と集中力を養ってもらうっていうのを狙いにしたペットボトルボーリングを行いました。午前の業務が終わり昼食です。浦さんが社会福祉を目指したきっかけを聞いてみました。高校時代のボランティアとか実習を通して、ワンテンポ他のお子さんより行動が遅かったりですとか、切り替えに時間がかかってしまう子どもたちに興味があって、でそういったお子さんがどういった声かけとか支援で成長できるかなって考えた時に、発達障害に関わることのできるこの職に興味を持ったのがきっかけです。実際にサポートプラザあじさいで働いてみての感想を聞きました。最初は大学のキャリアセンターで求人を見つけたのがきっかけだったんですけど、実際に見学に行ってみて職場の雰囲気が良かったのはもちろん、大きな遊具があったり充実した施設だなと思って、そこが素敵だなと思ってここで働きたいなって思いました。午後からは放課後等デイサービスの勤務です。健常者の施設では同じ教育内容が受けづらかったり、友達が作りづらいなど、障害や発達に特性のある子どもたちが放課後や長期休暇に利用できるサービスです。ここでは支援を必要とする就学児童が対象で、個別指導や集団活動を通して教育的な支援をしたり、友達とのコミュニケーションスキルの発達を促したりしています。児童発達支援管理責任者の林さんに浦さんの働きぶりを伺いました。子どもたちからとったら年がなんか結構近いっていうイメージがあって、なんか最初はお姉ちゃん的感覚だったんですね。 でもそれがだんだんこう支援の仕方だったりが分かってきてからは、先生っていう感じの職員になってきたかなっていう感じがするんですけど、子どもたちに寄り添った、子どもたちのことを第一に考えて支援をしたり仕事をしたりで働いていただきたいなと思っています。サポートプラザあじさいには愛宕以外にもご覧の4カ所の施設があります。放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援事務所など利用もできます。放課後等デイサービスが終わり、今日の記録などをつけ1日は終わりです。
何事にもチャレンジ精神を持って支援に取り組んで、お子さんをはじめ職員や保護者さんからももっともっと信頼してもらえるような先生になって会社に貢献できたらなって思うのが今の目標です。お子さんたちを見つめる優しい眼差しの浦さん、印象的ですね。そうですね、まあ、子どもたちの成長を見られるのがこの仕事のやりがいだとおっしゃっていました。現在サポートプラザアジサイでは一緒に働く仲間を募集しています。お問い合わせは 095-811-0050 またはサポートプラザアジサイで検索してください。以上、職場にピントのコーナーでした。